はい、皆さんこんにちは、遠藤正史です。このチャンネルは、フリーランスの働き方だったりとか、あとは大好きなカメラのこと、そして、静岡のね、魅力を発信したりする、Vlog を中心に、更新しているチャンネルでございます。もし興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけなんですけど、今日はですね、僕静岡市の、奥静と呼ばれる、要はその山間部ですね、山間部の地域に自宅兼オフィスを構えております。で、そのね、僕の家から本当車で10分15分ぐらい走ったところに、ダイラボーというですね、山ですね、ダイダラボッチっていう大男の伝説だったりとか、山頂まで行くと、とてもこう開けていて富士山がすごい綺麗に見えたりとか、あとは、夜景がとても綺麗に見える場所があるんですね。で、ここのね、紹介をちょっとしたいなと思っております。で、ここ本当に、何があって一番今有名というか、なのは夜景だったりするんですけれども、僕もね、とても好きな場所で、よく星空だったりとか夜景の写真を以前は撮りに行ってました。夜になると光が全くないので、すごい綺麗に星空が見えるんですね。はい。で、前撮った星空の写真がこんな感じだったりとか、すごい綺麗に撮れるんですね。あと夜景もこんな感じで、こう真っ直ぐな道の先にこう、なんていうんですか、開けていく夜景っていうんですかね、が撮れます。なのでぜひね、皆さんも、静岡に来ることあったら、写真撮りに行ってみてほしいなっていう場所です。はい、とてもおすすめ。すごい有名ではあるんですけど、静岡の人も意外と知る人ぞ知るぐらいの、感じかなっていうふうに僕の、肌感覚ですけど、はい、思っております。で、今日は、ちょっと実はですね、朝起きたら、外を見てすっごい分厚い雲がかかっていたんですね。なので、もしかしたら、ダイラボーまで登れば、雲海とか撮れるんじゃないかなっていうふうに思って、実はちょっと朝、朝のね、散歩がてら、車を走らせて行ってきました。で、雲海って僕写真とか動画とか撮ったことないんですけど、どうやらその、雨が降った翌日の早朝とかに、その降った雨の水蒸気、蒸発した水蒸気が、その山間部だったりとか、山に囲まれているような環境下だと、こう、その水蒸気が溜まりやすくて雲海になりやすいみたいな記事を読んだことがあります。で、このね、近くのそのダイラボーっていうところで、雲海が撮れるよっていうネットの記事とか写真とかは見たことがないので、もしかしたらそういう場所ではないのかなって思うんですけれども、前々からね、その雨の翌日の雲の感じとか見てすごい気にはなっていたんで、ちょっと散歩がてら行ってみました。で、結果から言ってしまうと、雲海は全然撮れなかったです。はい、撮れなかったんかいって感じですけど、すごい空気はとっても綺麗で、皆さんにもぜひ、紹介したい場所ではあるので、ちょっとどんな感じだったかだけ、見てみてください。
はい、という感じの場所でした。まあ、雲海自体は全然撮れなかったんですけど、まあ、すごい綺麗な場所じゃないですか。はい、すごい開けていて富士山もすごい綺麗に見えるし、景色もとてもいいです。デイキャンプとかねしてる方もたまにちらほら見ます。まあ、もちろん山なんで、まあ、気をつけてやっていただければ、まあ、そういうこともできるのかなっていうふうに、思います。もしかしたら僕あんまりその雲海の知識ってないので、よくわかんないんですけど、まあ、早朝に行けばもしかしたら雲がこう目元の山に溜まって雲海っぽく見えるかもしれないなっていうふうに思いました。なんで雲海って早朝に皆さん撮るんですかね。ちょっと僕理由がよくわかんないんですけど、まあ、確かに、写真を今日撮っていて時間が経っていくと雲がこう上に流れていく感じがあったんで、もしかしたら早朝の方がこう溜まりやすいのかな、いわゆる雲海のように溜まりやすいのかなっていうふうに、感じました。詳しい方いたらぜひコメント欄で教えてください。はい、そんな感じで今日は僕の住んでいる場所の近所のダイラボっていう山ですねのご紹介でした。はい、こんな感じで Vlog などもどんどんこれから発信していこうと思っていますので、このチャンネルもし気に入ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。まあ、Twitter と Instagram も更新しているのでぜひぜひお気軽にフォローしてください。よろしくお願いします。はい、それではまた。